When the city, when the city go ペペ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 ペどう？飛んでいく。どう？どうな？お前今日のファッションで学校で地味だと思ってたけど、メガネ外したらああ可愛いって言って恋が始まる主人公の顔やないけ。バカ野郎。違う、ここにかけてあげようとしたんだ。マーメイくん、こうやってかけてあげるとあんたがいける。違う、普通ここじゃん、かけるなら。ギョギョ VAMI どうも、バイエンです。はい、ということで早速今日も撮っていきたいんですけども、はい、やったことありそうでやってなかったねシリーズ第2弾。前回はですね、卵かけご飯の大食いやったんですけど、これね、はい、意外にもう前半にやってそうだなっていう、バイオ結成時やってそうだなと思いきややってないということで、今回もね、やってなさそうでやってなかった企画。そう、本日の企画はこちら、超大量の卵納豆20パックで納豆大食い。納豆ご飯大食い。トゥルトゥトゥルは何かを間違えているようだね。何だつか、納豆ご飯が初めてって言ったかな。バカね、それは知っている。俺が個人の時にコラボでやったが、それはコンビ結成前エクボに食い込ませるな指をエクボエクボに食い込んだエクボ赤いの私やな。ではまた早速やっていこう。うわ、お前全盛期のアンジェラ・アキよ。どういうこと？メガネだけだろ。それでは納豆20パック開封の儀をしていきたいと思います。お願いします。手を洗います。まだ洗ってねえのかよ。だって今髪結んだから、さっきも洗ったけど、もうカッサカサ。潔癖症の相方がいると手がカサカサになります。おぶつ系の相方がいると手を洗ってくってっていうの大変です。あ、なんでおぶつ系なの。いつおぶつ系 YouTuber になったんですか。あ、僕のうんちを食った時からだよ。食うやろ、それは。それではボウルに納豆を全部ぶち込む作業だよ。よいしょ。よ、えい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 。足ないと無理だ。ネバーネバーネバーギブアップ。無理や無理や。うわそれマジ大量の納豆です、これ。うわすごい。これはかなりの大食いになります。これ相当な大食いになるんですよ。はい、そしてタレをぶち込んでいきます。わー、これが美味しいのよ。もうタレがマジでうまいな。ででーん、完成。ギュギュー。それでは早速納豆ご飯を盛り付けていこうと思います。よいちょ。えい、炊きたてー。うまそう。えい、いや、熱い。お米はちなみに2キロです。はい、熱い熱い。 YouTuber たるもの素でやろ。よく言った。スピード勝負です、ここからは。ほかほかご飯で食べたいんで、バビ君、納豆混ぜて。はいよ。はいはいはい。スピードスピード。うわー、すごい。え、美味しそう。待って、美味しそう。やばい、めっちゃいい匂い。すごい、増えてきた。おー、増えてきた。いきます。はい、豆乳。いけー。いやー、うー、すーごい量。はい、美味しそう。いや、早く食べたいな。そしてトッピングにこちら、彩りです。納豆。わーおー。そしてネギ。はい、完成。はい、完成。うまそう。美味しそう。めちゃめちゃうまそう。サムネ撮って食べる。食べていく。
それでは記念すべき入頭式。まずは普通にね、卵を。まずはノーマル。うわ、うぅー、美味しそう。せーの。聞いとるわ。やっぱこれだよね、卵かけ納豆美味しすぎ。マジでうまい。腹ペコだから最高だわ。うん、ギョギョ。俺本当はこの箸でね、行きたい人なのよ。うん、じゃあお皿に盛って、ある、箸で行こう。続いてこれ、黄身乗せちゃう。ほら、卵の黄身乗せだぜ。うん、これを軽く混ぜて。私も。全然違う。箸で食べる。納豆は箸、法律で定めた方がいい。もうスプーンで食うやつは死刑。いただきます。全然違くない？全然違う。全然違う。みんなマジでこれ箸で食べると全然違う。こんなに味覚に影響するっていう、そういう次元。そしてゆんちゃんが作ってくれたお味噌汁。お味噌汁です。うまい。納豆ご飯に合う。抜群に合う。うん、ちょっとね、箸で食べると美味しいんだけど、うん、やっぱスピードが遅くなっちゃう。これはある。やっぱスプーンだわ。スプーンで食うやつは死刑。箸で玉かけ食ったやつは死刑。さあ、こっからね、どんどん味変していきたいと思います。まず俺が超絶おすすめなのが、うん、こちら、ビビン、食べるラー油。これが本当に納豆に合うんですよ。美味しそう。納豆のせいのこちら、食べるラー油。わお、これです。これはマジで信じられないぐらいうまい。これ前ユンちゃんと大食いした時にこれやってて。やったね。うん、うめー。ちょっとやりたい。食欲がね、バカ増す。いただきます。食べるラー油考えた人ってさ、うん、天才じゃん。うん、ギョギョ。ちょっと私、うん、これ食べたい。キムチ。キムチっぽー。ほら、僕はこちらのとろろをやっていこうかな。わー、はい、とろろ三包丁かけます。とろろっとっととろろろろろろ。うわー、とろろろろろろ。はい、醤油、ドン、とろろ納豆、圧倒的うまさ、いただきます。うまい。はい、や、煉獄さんもびっくり。うまい、うまい。なんでか、キムチあんま好きくないよね。そうだね、あんま好きじゃない、うん、キムチ嫌いな男の人多くない？だって YG もさ、キムチ嫌い。近くでキムチ食べるだけで嫌がられる。臭って。それはキムチに謝ってほしいわ。でもマミ君も言うじゃん。俺は草キスしていいって言う。マジでめちゃめちゃ変態よ。キムチうまっ。ユンちゃんがさ、キムチ食べた後、うん、彼氏とデート行って、うわっ草って言われて、うん、うわっ草、ホテル行こう。わかれなんで。怖い。怖くねえだろ。怖い。なんかさ、だってさ、足の匂い嗅がせてとかさ、うん、口の中の匂い嗅がせてとかさ言われるんでしょ。それは言わない。で、女だって言うやん。なんかそのシャワー浴びない方がいい。うん、ね、その汗の匂い、お前も言うやん、汗の。男からしたらキモいから、ね、汗の匂いは好き。でもこれは好きな人に限る。だから、だからさ、クレマグのエアちゃんがさ、言ってたじゃん、好きな人のパンツかぶりたいって。
分かると思ってでもバンビ君はお風呂場にね、いつもパンツを置いとくんです。あれやめてくんない？いいだろ、バカだね。どうすんのそれをさ、じゃあお客さんとコラボした時に来てさ、うん、パンツ置いてるクククククってされていいの？いいよどうぞってそぎたまえ臭い話して。キスしよう。フラッグ回収した。なんか奥にいるとあんた黒いよ。え？マンビ君は人より白いので私が黒く見える。まあしゃあなしやな。続いてなんですけども、あのね、ハンターが激推しの。あるんですよ。ハンターが激推ししてたやつ、これね、ずっと言ってたよね。そう、これがね、マジで一番美味しいっすよ。納豆に合うらしい青しその実、これをね、ちょっと何それ、かけてみましょう。ね、なんか黒いんだけど。乳首の話すんなよ、こんな顔顔なんで乳首セクハラ。女の子がセクハラって思ったらセクハラらしいよ。そんな、じゃあ男の子がセクハラって思ったらセクハラなんか。じゃあ違うんだって。なんでだよ。テオ君、照明があんなに遠いからだよ。バンビ君近い。じゃあ持ってきな。遠いだよ。留学生やないか。メガネが黒いからだ。これやめた方がいい。どう？白い。うわ、これえげつないうまい匂いする。なになになに？これ。わいも食べるで。戦力になります。それではシソの葉、待ってください。はい、今日一かもしれん。マジで？うますぎる。これはちょうだいちょうだい、食べたい。うん、これ白米にかけてもクソうまいですよ。わあ、漬物的なね。えいや、いただきます。召し上がり。シソの実、うまい。うまいだろ。これ結構かけた方がいい、うん、すごいすっきり、うん、お通せ。早く褒めて。よしよしよし。画面に映った私見てみて。余計ほらなんかかわいそうな子になっちゃったよ。ラスト一杯ずつです。持ってあげようか。はい、こちらを食べれば完食でございます。しゃあしゃあやったるでい。しゃんなろ。最後は何で行く？最後は俺はちょっとサラサラ行きたいから、俺はこいつで行くぜ。鷹の目。私は最初初心を忘れずということで、ネギとお醤油でいただくわ。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな夜に、僕は君を手放してしまった。なんで手放したんです？君は、うるさい、うるさいの。早く食べて。ギュギュ、ネギうまっ。ラスト。あ、よく。うん。うん。完食。納豆ってやっぱいつの時代も
変わらない美味しさを届けてくれてありがとうと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。大食い動画のバンビ君後半おかしくなるのを好きだよって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではございます。はい、しょうがバイ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 。昨日も今日も明日も大食いで